2005年カナダグランプリは2005年会1世界選手権の第8戦として2005年6月12日にジルビルヌーブサーキットで開催された2005年カナダグランプリは北米ラウンドの初戦であったレッドブルのクリスチャン・クリエンが4戦ぶりに復帰アメリカ人ドライバーのスコット・スピードが同チームのテストドライバーとして金曜プラクティスで走行した ヨーロッパグランプリの最終ラップでリタイアしたキミライコネンは予選で11番目にアタック7番グリッドを獲得したフェラーリのルーベンスバリチェロはギアボックスのトラブルに苦しみ予選アタックができなかったジェンソン・バトンがポールポジションを獲得ミハエル・シューマッハが2位に入りルノーの両名がセカンドローに並んだポールポジションを獲得した ジェンソン・バトン最終グリッドのバリチェロは、ピットスタートを選択し、余分な燃料を車両に搭載した。レースが始まると、バトンとシューマッハがスタートを失敗、ジャンカルロフィジケラとフェルナンド・アロンソがうまく、前に出て、第一コーナーに突入した。マクラーレンのファンパブロ・モントーヤと、ライコネンも、シューマッハをかわし、バトンに続いて4位、5位を走行した。 後方では BAR の佐藤拓馬が小さなミスを犯したが大きく遅れることはなかった。第2ラップでフィジュケラはアロンソに対して大きくリードを取る。一方で地元のジャック・ビル・ヌーブがフロントウィング交換のためピットインを強いられた。レースはルノーの2台がリードし、ピットスタートのバリチェロはコンスタントに順位を上げ、第8ラップで15位となった。 ナレーン・パーティケアンはターン1でミスを犯してスピンし、チームメイトのティアゴ・モンテーロに先行を許した。ルノーの両名が、レース序盤をリードした、ミハエル・シューマッハが予定された、ピットストップを行う、最初のドライバーであった。12ラップ目に給油を行い、6位から12位へ交代する。3ラップ後に、バトンとラルフ・シューマッハが手を挙げ、給油のためピットインした。 バトンは3位から7位へ交代した。21ラップ目に、フェリペ・マッサ、ニック・ハイドフェルド、クリエンが、ピットインし、続くラップで、佐藤が、ガレージに入り、ギアボックスのトラブルでそのままリタイヤした。24ラップ目にチャンピオンシップを争うアロンソと、ライコネンが給油に入る。給油のためピットインし、モントーヤが、ピットから出る際、冷えすぎたタイヤのためコースを外れ。 アロンソニに維ジを許してしまう。カーティケアンはサーキットエンドで壁に接触、リタイアを強いられた。マーク・ウェバーは非常に長い第一スティントで7位に浮上し、28、ラップ目にピットイン、マッサ、ハイドヘルド、ラルフ・シューマッハの直前に9位でレース復帰した。続くラップにウェバーはヘアピンで、ブレーキが遅れ大きく膨らみ、順位を3つ落とす。 最後のドライバーとしてバリチェロが31ラップ目にピットインし8位から12位へ交代した。アロンソは数ラップ間フィジケラの直後を走行し33ラップ目にこれをパスした。しかしながらフィジケラは技術的な問題を抱え同じラップにモントーヤからもパスされた。フィジケラはハイドロリックシステムのトラブルでピットイン、リタイアした。34ラップ目。 バトンとミハイル・シューマッハが2度目のピットインを行い、4位と5位を保持した。35ラップ目、アロンソはモントーヤ、ライコネン、バトン、シューマッハ、ヤルノ・トゥルーリを従えて走行する。しかしながら39ラップ目にアロンソは試験員を大きく外れ壁に接触、サスペンションを損傷し、リタイアを強いられた。これによってモントーヤがトップに立ち、ライコネンが2位に続いた。 ハイドフェルドは、マッサの後を数ラップ走行した後、エンジンに不調を抱え、ラルフ・シューマッハとエイバーの先行を許す。佐藤拓馬は車を修理した後、次戦の予選スタート順位を上げるために24ラップ遅れで、レースに復帰した。49ラップ目、モントーヤとライコネンの差は3秒まで縮小した。ミハエル・シューマッハのプレッシャーを受け続けたバトンは、最終試験員でミスを犯し、 内側の縁石に接触、リタイヤを強いられ3位の座をシューマッハに開け渡してしまう。バトンの車は危険な位置に停止し、セーフティカーが導入された。モントーヤ以外の全ての車がピットインの機械を得、ライコネンが給油する間にモントーヤはピットでの停止を強いられた。モントーヤはセーフティカーの後ろでレーズに吹き、車列がターン1から2までの間に連なった。モントヤは レッドブルのクルザードの直前に2位で滑り込んだ。レース再開前の順位は、ライコネン、モントーヤ、ミハイル・シューマッハ、トゥルーリ、ウェバー、マッサ、バリチェロ、ラルフ・シューマッハの順であった。セーフティカーが、ピットに入りレースが再開すると、ウェバーが、ターン1でミスを犯し、マッサとバリチェロの先行を許す。しかしながら、マッサも大きく膨らみ、バリチェロが5位となる。 直後、モントヤが、ピット出口での赤信号を無視したことで、国旗失格となった。第4ラップで5位争いをする君ライコネンと、ミハエル・シューマッハ。直後に、佐藤拓磨をかわして7位になろうとするヤルノトゥルーリ。7位を走行するクルサード。レースが、終盤に入ると、ミハエル・シューマッハがライコネンに迫った。ライコネンは、ハンドリングの不調に悩まされていた。 トゥルーリはブレーキに不調を抱えリタイアし、これでバリチェロはサインを悠々走行する。しかしながらバリチェロは小さなミスを犯し、マッサの接近を許す。しかしウェバーもマッサの背後に迫っていた。一方佐藤は機械的な不調のためヘアピンカーブでスピンを起死し、その後オーバーヒートで出荷してしまう。ライコネンはシューマッハに対する1秒の差を保持し続け、レースを制止した。 3位のバリチェロは2位のシューマッハから30秒以上の差をつけられた。ウェバーは最終コーナーでマッサに迫ったものの、これをパスすることはできなかった。マッサは4位に入り、貴重な5ポイントを獲得した。残るポイント獲得者は、ラルフ、クルサード、クリエンであった。ライコネンは、この勝利でトップを行くアロンソとの差を22まで縮めた。フェラーリの2台が、 表彰台に登ったことで、コンストラクターズのタイトル争いに浮上することとなった。金曜プラクティスのペドロデラロサクリスチャンアルバース11位で、完走した。これは彼にとって、今シーズン2番目に高い順位であった。ミハエル・シューマッハが2位でフィニッシュした。ありがとうございます。